どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人、エルザです。アベンチュリンの実装と、渓流の復刻が始まって、時間が経ってきましたが、育成もある程度進んでいる人が多いのかなと思います。育成も終盤に来た人も多いと思いますが、最終的な火力を求めることになるので、持ち公演水を引くかどうかっていうのは、迷う方が出てくる頃かなと思います。そこで今回は、渓流とアベンチュリンの持ち公演水の性能から、引くべきなのか、引いた時に受ける恩恵などを紹介したいと思います。持ち公演水は引くにしてもガチャ石を大量に消費しますからね。恩恵がどれくらいあるのかは大事なことかと思います。また今回の動画に関しては持ち公演水に対しての個人的見解も話しておきたいと思います。まず僕自身の持ち公演水についての考え方ですが、引かなくて大丈夫というふうに考えています。理由としては星音公演水の中に代替品が出てくるからっていうのが理由ですね。実際スタレは原神と違ってヘルタの星語公演水とかもあって、替えの効く公演水は多めになっています。エンドコンテンツするときに壊滅2人分の星語公演水がないっていう時はありますが、星音公演水でも火力はある程度維持ができるっていうのがありますね。星語公演水は厳選が終わった後のキャラの能力引き上げという感じのイメージなので、僕自身は引かなくても大丈夫かなっていうふうに考えています。あとは僕自身が美課金で石を節約しながらプレイしたいっていうのがありますので、その点もご理解いただければと思います。こちらの理由はありますが、それでも持ち公演水引くときは引いてますので、なぜ引くのか引いてないのかとか、そのあたりもねお話しできればと思います。今回はこの考えをもとに実際にそれぞれのキャラ的に引くべきなのか判断していきたいと思います。それでは解説していきます。まず限定復刻中の渓流について話をしていきたいと思います。壊滅の氷アタッカーで裏庭最強候補のキャラですね。まず公演水の性能についてですが、装備キャラの会心ダメージを引き伸ばしてくれます。また HP 減少により特殊な効果を獲得っていうのがありますね。これによって、ヨダメや防御無視のバフを受けれるようになっています。性能面を見てみると、アタッカーとしての火力アップができて、特に渓流専用な性能となっていますね。HP が減るという点では、天白を活用することでさらに火力アップが見込めるので、より相性がいい公演水となっています。持ち公演水ということもあり、相性は抜群なのはもちろんなんですが、何より性能の底上げ感があって欲しくなる性能となっていますね。それでは他の公演水よりも優れている点っていうのも見ていきましょう。今回はつかない彼岸、アイオン、青空の下でを対象として比較したいと思います。比較してみると性能としての違いは、耐震ダメージがアップすること、防御力無視があること、彼岸により性能がアップするっていうところです。壊滅自体の多くは攻撃力アップが備わっており、その中でも追加の性能が豊富なのが持ち公演水の特徴となっています。また壊滅キャラは攻撃を受けやすい運命なので、他のキャラにも相性がいいという点がありますね。攻撃を受けると性能アップするのはいいことかなと思います。性能面においても他より追加で受ける恩恵が多いことから、とても扱いやすく使い回しがしやすい公演水となっています。それでは性能とも比較できたので、持ち公演水の獲得について話していきたいと思います。正直強い性能となっていますが、引かなくても大丈夫っていうのがありますね。というのも渓流に関しては素の性能が高く、育成の段階で会心ダメは高水準になりやすいっていうのがあります。まず会心率に関してはテンプで伸ばせますし、その分異物で会心ダメは上げやすい状況が揃っています。理想ステータスの会心率30-50% とダメ180-220% を厳選で達成しやすくなるんですよね。実際に自分が使用している渓流ですが、異物を厳選した時にこれだけのステータスが伸びています。正直まだまだ厳選足りない段階なんですが、結構十分な火力となってますね。持ち公演水なしでここまでステータスが伸びるとなると、持ち公演水の役目って火力の底上げ程度になるんですよね。伸びたとしてもステータス的には 20% 回心ダメが上がるっていうぐらいになります。もちろん底上げといっても強力なんですが、公演水なしでもそれなりに強くできるので、好みの範囲になるのかなっていうのがありますね。しかも底上げの部分っていうところで言うと、
ルアンやブローニャといった編成によってカバーができるので優先度が落ちてきます。まあ、防御無視とかまさにルアンの性能ですからね。もちろん実装当時はルアンがいなかったので重宝する高円錐っていうところだったんですが、ルアンが実装されてからは優先度が下がったような感じがあります。まあ、ステータスの狙いやすさ、編成度のカバーを考慮すると優先度が低いなと感じたので、個人的には必須ではないというふうに判断しています。続いては実装されて話題沸騰中のアベンチュリンについてです。短期攻略やソングキャラとして株上がりまくりの新キャラですね。それでは性能面を見ていきましょう。性能としてはバリアの要となる防御力のアップと、クリアした時に装備キャラの会心ダメージアップという性能になっています。しかもアップ率が 40% と数値が高めになっているので、他の高円錐では見ない数値となっていますね。また装備キャラが追加攻撃をすると火ダメアップのデバフを付与できるので、サポートとして性能を引き伸ばす内容となっています。アベンチュリンのバリアだけでなく攻撃面の性能を大きく上げてくれる性能となっていますね。しかも圧倒的なステータスアップがありますので、追加攻撃なしでもソンゴのキャラに使い回してもいいような性能となっています。それでは他の高円錐よりも優れている点を見ていきましょう。今回は勝利の刹那、記憶の素材、生還指導を対象として比較したいと思います。比較してみると違いとしては、自身の会心ダメージアップ、火ダメアップデバフを付与、ステータスアップの数値が大きいの3つになりますね。今回はこちらの3つが大きな性能の違いとなります。ソンゴの性能アップ内容は防御、HP、効果抵抗が主なアップ内容となっていますが、持ち高円錐は数値が他よりも高くなっています。しかも自身の会心ダメをアップしつつ、追加攻撃でデバフの付与などがかなりアベンチュリン寄りの性能になっていますよね。ただし2月7日ならこの追加攻撃の性能は活かせるので、キャラを選ぶ性能が多めの高円錐となっています。それでは性能と比較もできたので、持ち高円錐の獲得について話していきたいと思います。アベンチュリン特化の高円錐となりますが、こちらも効かなくて大丈夫です。というのも、そもそもアベンチュリンは定冠市場で防御力4000を達成していれば、ソンゴとしての役割が果たせるっていうのがあるからですね。この高円錐の魅力としては豊富なステータスアップがありますが、これはサブアタ運用も視野に入れた時に必要なステータスとなります。このため、アベンチュリン自体を火力源として採用しない限りは、そもそも星4高円錐でも十分に性能を扱うことが可能っていうのがありますね。まあ、もちろん防御力 40% アップはとても魅力的なんですが、サブアタッカー運用でない限りは結構難しい高円錐だなと思います。それでは最後にですが、持ち高円錐のガチャについて補足をしていきたいと思います。今回はアベンチュリンとケイリーの持ち高円錐は引かないという判断をしましたが、これはあくまで僕個人の見解となります。正直キャラの性能を引き伸ばすものとなっていますので、引ける環境なら引いておくっていうのが大事なことだと思います。ですが人によっては僕のように美課金でキャラを引くことを優先している方もいると思いますので、次のことを重要視してまた考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。まず1つ目、キャラが推しであること。まずキャラが推しなら引いておいてください。っていうのもキャラが強くなるということはキャラの寿命自体が伸びるからです。もちろん弱くても好きなら使い続けるってことも可能なんですが、多くの場合は新キャラが出てくれば性能面で劣ってくるので、どうしても頻度っていうのが減るんですよね。持ち高円錐はそのキャラの特徴を伸ばしてくれるので、持ちなし限定キャラよりも強くなるっていうことがあります。そういった意味でも持ち目の維持やキャラ寿命につながりますので、正直推しを引くっていうのは大事なことかなと思いますね。まあ、個人的な経験で言えばカフカがそれに当たります。まあ、実装当初そこまで強いっていうあれはなかったんですけど、まあ、今となってはかなり強いですが、彼女は当時から持ち高円錐を持たせることによってずっと使っていましたね。続いて十分なキャラを所持しているということです。このゲームは編成次第では持ち高円錐の効果を補ってくれたりします。例えばケイリーの持ち高円錐は自分自身の防御無視となりますが、ルアンは必殺技で全体防御無視をすることができます。持ち高円錐はあくまでキャラ単体に付与する効果っていうのが多いんですが、キャラのスキルなどの効果に関しては全体まで及ぶ性能だったりもします。
このように公演数がなくてもキャラクターが揃っているだけで十分な強さを発揮できますので、所持キャラが少ない人は後回しにするっていうのが非常に大事ですね。続いて最後ですが、異物の厳選が終わってからという判断も大事になります。特にアタッカーの場合は公演数だけでは強くなりません。もちろんリソーステータスを満たしやすくなりますが、そもそも厳選が終了しなければ強く使えないということが多いんですよね。逆に言えば厳選さえ終わってしまえば持ち公演性がなくても十分な強さを手に入れることも可能なんですよね。まあエンドコンテンツをクリアするのに必ず持ち公演性が必須かって言われるとそうではないですからね。特に経流の場合なんですが、持ち公演性がなくてもステータス面がとても優秀なので必要性が薄まるってことが出てきます。ここまでしてもさらに性能を伸ばしたい、まあ、またはキャラが好きっていう気持ちがあれば公演数を引くのはありかなと思いますね。個人的にはこの3つをもとに持ち公演数のガチャを引く判断をするといいのかなと思います。お金もガチャ石も有限ですからね。引くのであれば優先したいこともありますし、何より冷静に判断するっていうのも大事です。ただ今回紹介したことはあくまで個人の見解となっています。僕自身のガチャに関する価値観というところですね。ということなので、皆さんこちらに関しても、まあ、参考程度にしていただくと嬉しいかなと思います。自分で最終的に判断して引いて満足するっていうのが一番ですからね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。